ます。おはようございます。冒頭私から発言をさせていただきます。先ほど株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案を閣議決定いたしました。本法案は地域の経済雇用の担い手である中小企業者の事業の持続的な発展を支えるため、経済危機時の安定的な資金供給に万全を期すよう商工中金による危機対応業務の的確な実施を確保するとともに、中小企業者と同様に事業を行い、地域の経済や雇用を担う NPO 法人の事業資金の調達を支援することを目的とするものです。今後本法案を国会でご審議いただき、できる限り早期の成立を目指します。詳細については後ほど事務方からご説明をいたします。以上です。幹事社からは質問2点、はい、1点目が今冒頭の発言の関係でなんですが、はい、商工中金などをめぐってはですね、はい、その重要性をがある一方で、はい、その民営化についての、はい、民に圧迫ではないかというご指摘もありますが、はい、それについて改めてご見解をお願いします。自民党政権時代に商工中金とか政党議員について、まあ、民営化ということで、まあ、法律改正したわけですけれども、まあ、その後リーマンショックまた、東日本の大震災というものを経まして、危機対応業務がなかなか民間ではしきれないということが分かってまいりました。で、今回の法改正というのは、まず民営化の基本方針は堅持をいたします。しかしまだその民間が危機対応業務ができてないという現状に鑑みまして、民間がそういうことができるまでの間、まあ、商工中金に、しっかりと対応していただこうと、こういうことでありますし、またいろいろ民間と例えば地銀といろいろこうお互い話し合う機会を設けるとか、また役所といたしましても民業圧迫にならないようないろいろ配慮をするというような規定を盛り込みまして、民業圧迫にはならないようにしっかり運用してまいります。2点目が景業界についてなんですが、はい、GDP あと日銀 の, 景気判断が出揃いましたけども、改めて現在の景況感とともに経産省として、はい、景気の向上感などの後押しについてどのようにお考えか、はい、ご弁解をお願いします。2四半期、まあ、マイナス成長が続いたわけです。久しぶりの、まあ、プラス成長に10月12月の、四半期になったわけであります。消費がやはり少しこう落ち込んでいた点が、まあ、かなり回復してきたのかなという思いがいたします。一方で設備投資はかなり堅調でありますので、なんとかこの2四半期半年にわたるある意味ではこう景気の足踏み状況から抜け出せたのかなという思いがしております。経産省といたしましては一方でやはり例えば円安による影響、また、まあ、資源価格自体は少し下がってきておりますけれども、一方で電力料金はまだ高止まりしているというような状況で、やはり中小企業者、小規模事業者の資金繰りをはじめとするしっかりとした支援をしていかなければいけないと思っております。幹事社からは以上です。各社どうぞ。よろしいですか。じゃあ終わります。はい、ありがとうございました。